イハーモクは、獅子動物、単ンユミ類、獣ユミ類の分類群の一つ。古生代ペルム気候期及び中生代三条紀前期において成功した絶滅生物群。学名は、石類内の最大の分類群、デキノドン類特有の興奮部から突き出た日本の牙から。異常な歯とリチャード・オーウェンにより名付けられた。最古の石類とされる生物は、 ペルムキ中期に生息したパトラノモドンである。体長30センチメートルほどの小型の生物であった。葉の特徴から、植生はおそらく昆虫食であったと思われる。それに続くグループがベニューコビア浄化及びドロマサウルス氏目である。ベニューコビア浄化は、頭骨や顎関節などの構造が特殊化し、後の力のドン類的な形態を見せる。 このグループも大型化した剣士を持つが、リキノドン下目とは、別個に進化した特徴であると思われる。またドロマサウルス下目は、全額骨の歯が消失し、骨性二次酵外が形成され始めている。だが、剣士の大型化はいまだ見られない。ついで現れたのが、リキノドン下目である。このグループから、剣士の発達とそれ以外の歯の対化という特徴が、顕著になり始める。 その最初のグループがエオディキノドンであった。エオディキノドンは、イマダケンシ以外の葉をわずかながら残していたが、それ以降の種においては、ほとんど消失してしまう。同時に、ディノケファルス類などが衰退、絶滅したこともあり、彼らの大型化は顕著であった。そうして、彼らはペルム期後期の終盤において、草食動物の地位の大半を占有することになる。しかし、 ペルム紀末期の大量絶滅により、その勢力の衰退は、余儀なくされた。結果、三条期初頭まで生き延びたのは、リストロサウルス化及びそれと近縁のカンネメエリア化、のみであった。が、すぐさま彼らは空白となったニッチを埋めるべく、適応放散をはじめ、短期間のうちにその勢力を回復することになる。リストロサウルスは、パンゲア大陸各地に姿を現し、 プレートテクトニクスの物証の一つとされた。また、関連名エリア下には、かなりの大型種が含まれた。そうして、敵のドン類は、繁栄を謳歌したものの、山畳気候機を襲った、中規模の大量絶滅により、彼らの大半は絶滅することになる。しかし、ゴンドアナ大陸南部であった、現オーストラリア、クイーンズランドの白秋前期の地層からの、 化石記録から大量絶滅を生き延びた、敵のドン類がわずかなながらも長期間存在し続けていたことが判明している。ディノケファルスアモクをイファアモクに含め、ディノケファルス下目とする場合もある。アノモドンチア、ありがとうございます。